と思うんですよね、向こうさんに彼女がいるかどうかって。どうでもいいんですか。いや、はい、ほら、あの、要は女の子がその向こうさんを彼氏にしたいとか、はい、恋愛対象として大好きっていうタイプの人であれば、はい、多分彼女がいると、はい、ガチ恋みたいな ね、はいはいはい、まあ、ガチ恋、ガチ恋でしょ、ガチ恋。まあ多分 YouTube もその本当に Q1 で男性の視聴者なんで、まあ、そういう人あんまりいないと思います。多分そういう人あんまりいない。 Q1 なの。いや、 Q1、 いや、これでもあれですよ、増えた方ですよ、マジで。女の子だってそう、3年前あのね、ポケモン剣盾とか出る前とかの YouTube はもう 97% 男みたいな、うん、3% 女みたいな。マジっすか。でこの3年でだいぶ増えましたよ。だいぶってな、 5% 増えたとかそういうことなので、まあ、5%、 いや 5% ってすごいじゃないですか。やっぱチャンネル登録者数100万人ぐらいおっての 5% って10万人もだから、はい、もうネットつないでる人はさ男女半々のわけだからさ、なんとなく間違ってクリックして入る人もいると、やっぱりそれなりの人になると思うんだけど、はい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 、その間違ってクリックしないような、ま、なんかそういう特殊な女性を避けるためのサムネイルとかにするんですか。いや全然、いやもうただのゲームの画像です、僕のサムネ。自分の顔出し、だってほら、はい、男女問わずクリックしちゃうじゃないですか。あ、ゲームだ、ゲーム実況だ、見ようポチみたいな。あー、いや、なんすかね、どうなん。いやでもゲームって基本やっぱ男がやるから、え、なんだろう、結構その女性が多そうなゲーム配信者とかでも実際はやっぱなんだかんだ男の方が多いみたいな。女の子ってなんかこうコメントとかこうなんかツイッターのリプライとかをこうなんだろう、こうアクティブに飛ばすじゃないですか。はいはい。男って結構こうなんかロムったりするイメージなんですよ、うん、はいはい、女の子はこうどんどん発信していくイメージあるから、それでなんかちょっと女の子が多いのかなっていう思いがちなコミュニティでも実際は男の方が多かったりするらしい。から、いや、だから別に、まあ、まあ91はちょっとしか男多いかもしれんけど、やっぱ ゲーム実況者って基本的に男性の方が多い。でもなんかキヨ君とかマフマフさんとか、うん、ゲーム実況でも多分7割とか8割女の子じゃないですか。ああ、いや、まあそのいや、どうなんですかね、まマフマフさんはそのゲームじゃなくて、まあ歌だから